キチャンネル。ちょこんにちは。アンチではありません。崖っぷち選手、ソフトバンクホークスです。はい、アンチなんですか？俺だからもういつも言ってんじゃん、はい、好きとか嫌いとか全くないっちって、うん、なんでオンチって言われてるんですか？え、多分だよ、うん、全員じゃないと思うんだけど、はい、まあ、ホークスの一部のファンの人は、はい、やっぱずっと強かったから、はい、ネガティブなこと言われるのに慣れてないんだよ、うん、結局は、はい、キーってなるんちゃう、うん、で、こんでなぜそんなこと言うか、こいつはホークスのことが嫌いだからそんなこと言うんやろうっていう、はい、多分思考なんだろう。ああ、なるほど。確かに、でも球団ここ嫌いとかないですよね。だから そういう人たちは嫌いなんかあるんだよ、うん、はい、あ、もう嫌いみたいな、はい、好き嫌いで生きてんちゃう、うん、下手したら。なるほど、まあ、こんなこと言うとまた火に油注いでみたいな喧嘩売ってるのかみたいな感じになるけども、うん、俺好き嫌いで生きてないからね、うん、そうですね。そもそも私も推しはあっても嫌いはないんですよね、うんうん、俺推しもないからね。あ、そうですよね、うんうん、推しもなければ引くもない。引くもない、どういうこと？引く押し引きねそっちか、うん、まあ、ということでね、はい、ソフトバンク、うん、ソフトバンク選手、うん、はい、こちらです、はい、まずピッチャーから、はい、坂東雄吾。あー、坂東投手、うん、崖っぷちです、うん、はいはい、何崖ですか？そんなにチャンスは長年待ってくれませんよ、崖です。わ、まあね、うん、昨年も、うん、昨年10勝するんちゃうかと思ったのよ、はい、シーズン前はね、うん、でも結局は先発11、うん、リリーフが19っていうなんかちょっと、ね、計30試合でちょっとどっちつかずみたいな感じの起用法、うん、で、5勝4敗、はい、1ホールド、3セーブポイントっていうね、うん、ところになりましたけども、うん、まあ、多分本人は先発やりたいんだろうとは思うけども、うん、あの先発投手陣が、はい、なかなか安定してないメンバーの中で、うん、はい、そこにきっちり座れないところがね、うん、まず何か足りないんだろうね。そうですね。でもここを、うん、もう空いてるうちにはまんないと、はい、もう本当どっちつかずな選手になりますよっていう、うん、ビッグチャンスだからね、はい、特に今年とかね。そうですね、本当やっぱ去年も先発足りない足りないっていう感じでしたからね、うん、今年も本当足りないから、うん、仮にそこが坂東がチャンスをつかんだ場合に、うん、はい、付随してくるのが、うん、崖っぷちこちらです、はい、武田翔太あーアンド東浜なお。うわ、東浜投手もそこまで来ちゃいますか？いや、そいつらがそこを掴んじゃうと、はい、その人たちの場所なくなっちゃうじゃん。確かに東浜投手もちょっと番手が落ちてきてる感ありますもんね、うん、まあ、東浜投手もね、うん、22年はね10勝6敗、はい、いったけども、うん、昨年6勝7敗、はい、防御率 4.52 っていうところで、うん、まあ、今年34歳の年、そうです、私同い年です、うん、はい、踏ん張りどころ、うん、ここがね、はい、で、あと武田翔太、昨年、はい、29試合登板、先発2回、うん、3.91、はい、もうリリーフなのかなっていうね、うん、ところもあるけども、はい、ね、今年31歳そうですね、うん、いや、なんかあの一時のものすごい輝きがなんかあるから、うん、なんか またあれを見たいってこうファンは思っちゃうんですよね。そうだね。でも10勝以上したの2016年最後だからね、武田は、はい、まあ、どうなんやっていうね、うん、そのだからこの坂東、この若いのと絡み合ってね、はい、全員がグッと押し上げるのか、まあ、全員押し上げていったらホークスも強くなるけどね。なりますね、正直で、うん、はい、ここがハマるかどうか、まあ、チームにとっても大きいしね、うん、本人たちにとっても居場所っていう部分ではね、はい、閉ざされるか、うん、未来が広がるかっていうところは、うん、勝負になる一年になるんじゃないのかなっていうね、はい、いや、東山投手もまだまだ頑張ってほしいな。同級生だからね。そうなんですよ、なんか同級生とかがこう少なくなっていくのが、うん、一番頑張ってる同級生だね、浅村選手かな。あ、うん、頑張ってるね、はい、西勇輝投手とか、あ、則本投手とか頑張ってます、はい、じゃ続いて野手、はい、甲斐拓也。何がけですか？ん？正捕手がけも安泰ですよね。なんだけども、けども、はい、まあ、昨年もホームラン10本打ってんだけども、はい、打率2割2厘、うん、その前が1割8分、はい、ね、2割5分超えたのは2019年のみ、うん、ね、そっか、っていうところで、はい、ね、打てなくても、うん、チームが勝ってるから、うん、キャッチャーは評価されるんだよね。確かに打つか勝つかだからね、うん、ってなった時に打てなくて負けると、はい、さ、ここ数年下位への風当たり結構強めじゃんね、あ、ファンの人たちもそうだし、うん、ってなった時に、うん、バシッとやっとかないと心当たりで、うん、そうですね、うんうん、ちょっともうそんなに使うなみたいな声が一気に
上がってくる可能性もあるから、うん、そしたらね同じキャッチャーでも、ねうん、谷川原とか、うん、他にもね、海野とかいるわけだから、はいね、出番がね、はい、そっちが増えていくっていう可能性もあるしね、うん、でしかも、ベストナインとゴールデングラブの連続記録が止まったのよ。だからどっちも取れなかったのは、うん、あの17年以来初めてなの。ベストナインは取れない年もあったけどね、はい、森が取ったりして、うん、でもゴールデングラブは17年から22年まで、うん、あの5年6年連続か、はい、取ってたの、うん、それが途絶えて、これ途絶えてガタガタガタってくるパターンあるからね、うん、今年は自分が打ってチームもやっぱり優勝、うん、勝たしてってなると、うん、やっぱり下位やなってなるけども、さすがっていう、ね、ここちょっとね、うん、自分の評価を守るためにも、うんはい、評価守れるかがけです。おお、なるほど。勝負年ですね。勝負年、うんね、ここは結構ね、あの大事だと思う、うんね、キャッチャー渡辺陸もいるしね。そうですね、うんうん、若手もいますからね。で続いて、はい、野手三森雅樹。なんか安泰感ありますけどね。いやセカンドに牧原来てるんだよ、はい、あーそっか。でしかも、はい、あの小久保監督が最初は、うん、あのベストオーダーで行くって言ってて、はい、練習試合オープン戦含めて数試合はって、はい、そのベストオーダー、うん、1番セカンド牧原、はい、2番レフト近藤、うん、3番ライト柳田、うん、4番ファースト山川、うん、5番指名打者中村、うん、6番ショート今宮、7番サード栗原、8番センター柳町で、9番キャッチャー海野、うんまあ、ここら辺は多分カイトね、はい、っていうところもあるし、指名打者もこうウォーカーっていう、ねうん、ところもあるけども、この流れで来てるんだ、うん、そうなってきたらよ、はい、三森がセカンドもっていうねところになってくるじゃん。そうですね、うん、いやかなり競争ですねこれは。で足とかって考えたら、はい、シュートとかがいると、はい、ベンチ枠も減っていくわけじゃん。そうですね、去年一昨年とかなり頑張ってましたけど、うんうん、牧原がセンターだとね、はい、そこまでっていうところなかったけど、まあ、牧原がセカンドに来ることによって、そうですね、三森がポジションなくなりますよ崖になってくる、うん、2割5、6分打ってるけども、うん、ベンチとしたら納得できなかったのかな、はい、もうちょっと足りないと、うん、だからそこに牧原来るからね、うん、これちょっと勝負だね。そうですね、うん、かなり勝負の年ですね、うん、そしてもう一人、はい、中村晃。わでももう大ベテランですよ。でも山川がファースト、はい、ウォーカー DH、うん、ポジションありませんじゃん。そうですね、うんまあ、もしくは最悪中村、うん、レフトの近藤センターみたいなのあるよ、うん、もちろん。だから何かと忙しそうな1年になるよね。そうですね、もうコンバートコンバートで、うんうん、でファーストもね20年から3年まで4年連続ゴールデングラブ賞取ってるけども、はい、もうファースト山川だろうしね、うん、あとウォーカーだから人次第だね。はい、そうですね、うん、なんか人次第がけです。うん、人次第がけ、うん、本人の実力はあるから、うんうん、でもウォーカーとかが打っちゃったりして、はいねうん、ポランコみたいにホームランをチャンスあるんちゃうかみたいになっちゃうと、はい、ウォーカーも守るわけにいかないから、うん、そしたらもう DH ウォーカーになっちゃうじゃん、はい、そうですね。あとベンチの中村をどう使うかがけもあります、うん、これ使い方によってはね、はい、かなり戦力アップするけど、うん、使い方によったら中村も死んじゃうからね。え、使い方によってはってどういうことですか？だからもう代打一本みたいな、はあ、とか、あとはそのね、どこまで我慢するか問題あるから、うんはい、ウォーカーも打てなかったらもうすぐ中村っていくのか、うん、ちょっとウォーカーで我慢するのか、はい、センターもね、センター柳橋とかシュートがうまくいかなかったらもう近藤センターまでしてまでレフト中村使おうってなるのか、うん、だからここら辺のマネージメントかけでもあるよね。そうですね、うんうん、いやもう代打一本となったらもう代打の神様的立ち位置を守るしかなくなってきますもんね。そうだね、うん、でもそうやってくると代打出すところで言うとね、はい、キャッチャーのところだけになるからね。そしたら甲斐掛けが、うん、甲斐のはいそう確かにいろいろ交えてるから、うん、確かに人次第ですね、うん、誰がどうなるかね、うんうん、もったいない。なんかこうこのいい選手がこう出られないっていうのまたちょっともったいない感ありますよね、うん、でも山が来ちゃってるから、ねはい、ウォーカーも来ちゃってるから、そうなんです、うん、補強はやっぱ結構ありますからね、うんうん、まあそこはねうまくはまれば打線はえぐいからね。えぐいですよ、ほんと。あとはまあ怪我しないかどうかだけだけど、はい、まあどうなるのかっていうところあるけども、うん、ホークスのね、はい、崖っぷち選手はこんなところですかね。はい、はい、